今日これまでにわかっている全国の新規陽性判明ですまずは緊急事態宣言が出されている一都三県から見ていきます東京は1502人です重症の患者は昨日から6人減って135人となっています午後5時半現在で千葉は過去最多となる488人 神奈川は985人で過去2番目に多い感染者数となっていますそして埼玉が455人です続いて今日から緊急事態宣言の対象となった7府県のうちこれまでに分かっている感染者数です栃木は77人そして愛知が312人岐阜は91人です関西は大阪で592人兵庫は292人 京都で13で131人す。一方で和歌山なんですが21人で過去最多に並ぶ人数の感染が確認されています。